全国から桜の便りが届いていますが、県内では残念ながら今日も開花発表は見送りとなりました。はい、こうした中、県内の花見会場では桜祭りが始まっています。宮城野区のつつじが丘公園には内田アナウンサーが行っています。内田さん。つつじが丘公園からお伝えしていきます。今日は日中暖かく春らしい陽気でしたが、現在は日が沈み肌寒くなってきました。ただ提灯には明かりが灯され暖かな光に包まれています。さあ、ここつつじが丘公園には14種類およそ350本の桜が植えられています。今見ますとまだつぼみが多く見られます。ただ皆さんに見ていただきたいのはこちら、しだれ桜はすでに開花しています。至る所にピンク色の花びらが見られていて、現在五分咲きでしょうか。いや、桜を見ると春の訪れが感じられますね。さて、つつじが丘公園では現在桜祭りが開催されています。去年4年ぶりに再開し、今年も先月28日から始まりました。会場にはこのようにずらーっと屋台が並んでいます。美味しそうな香りが漂っていますよ。ではここでお店の方にお話を聞きします。こんにちは。まもなく桜の開花宣言となりますが、意気込みを教えてください。桜が開花し、たくさんのお客さんで賑わいつつ、買いに来ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。お仕事中失礼しました。はい、失礼しました。さあ、ご紹介した桜祭りですが、メイン会場では今月22日まで、そして南エントランス広場では来月6日までとなっています。ここの公園には様々な種類の桜が植えられていて、比較的長い期間桜を楽しむことができるんです。ぜひ皆さん、お気に入りの桜見つけてみてください。